ヨガピシヨガピシヨガピシ。ダルシムボットのね速さやばいですね。ダルシムボットの反応はねやばいっす。ダルシムボットはねマーベルシャットルもうね60フレーム以内に入ってきますからね。武藤先生の狭間とパタさんの投げなんですね。最終入らない。ジャンプエからの合体ショーとか甘えって言わんばかりのねのジャンプレッパあれ展開が早くてね強いんですけどね。あ当たってる。あここで捕まえて美味しい当たり方してる。伸ばしていって投げ抜けて、あー重たい。これは見えないですね。新派生だとね、嫌って思っちゃうもんね。新派生でね、表はね、つまんないですね。いやでもね、俺でもね、まあ、分からないわけじゃないんだよな。さあ、一気に有利になったのは武藤先生の狭間。ジャンピ当たっちゃう。ジャバキ、ゴーディー、ジャンシーシー。いや、今のね、ゴーディーからね、ミズチだったね。今ミズチだったな。上級者っぽかった。まあ、殺せばいいんですよ。伸ばしていって。バークが固めていく。投げ通してしまう。あそこでね後ろに投げたいですよね。ここ落とせない。あー拾える。いいよ。じゃあこれ締めて体力一気に4割以下。場所をパラシいってボディから。ここはバレている。これはザエが死んでしまうぞ。あとパタムトに破れるのか。投げたらザイが6C3C。 武藤先生が一気に殺していく。バーストしつこい野郎。武藤先生覚醒している。覚醒してた。さあ次、あわわわわ、僕はモノクマされてしまうのか。あれどう見てもドラえもんなんだよな。さあリドルバーサススーパー弾丸ロッパゼクソ、いきなり捕まるわ。これはきついな。この流れはあと落とし拾えない。だから伸ばしてけな。まあしゃあないな。まああれはもうまああっちがあるからね。感じるしかないよな。フィーリングさあここはあーああ絶対と思った。1C6C これいつものルートで、まあ、まだ知らないか。ジャンシー、あちかん、これあるの？え、死ぬの？ツールーム。死ぬのこれ？え、これやるの？知らねえじゃねえか。知らないですね。あー、しかし、あー、あったおい、えー、投げんなこ、あー、カッ、カッ、最悪。あはバース、ラストにバースト使ってカボチャ打っただけで終わりましたね。ひでえ。また捕まってる。何ですかこれ、格闘ゲームなんですか本当に。あと、なぜか反撃できない上に攻めが。じゃ、なんでジャンシーしなかったんだ。ここからの暴れていいよ。いいよ。動かして。まあこの状況ならワンチャンありますよ。はい。風がだ。完全な時に風がだ。あらっと拾ってる。投げたとしていった。よし、レイチェルやった。椅子も、全部垂れてて、そこは垂れてる。ガーッ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 。一番やっちゃいけないところやりましたね。バースト、そこ唯一ダメなところなのに。そこ唯一ダメなところなのにな。いやー、リドメン、すべてのハズレを引いていく男だったか。全部ハズレじゃないですか。あーこれカットか。これカットか。これなんでバースト1個削ったんだろうな。いやバーサス動画にねカットとかないんで。このゲーム最後に使ってもいいことねえかんな。武藤先生がまたまた出てくる。あらくで使ってる。なんか倒かかるん。バルキハイに合う挑戦。
まあ、ハザマバルケンというこれもね、まあ、よく見る一方的になっちゃう組み合わせのね一つですね。これはね本当捕まえた方が勝つって感じ。武藤先生が攻めていくがいきなりガードを強いられてゴールシュルーが一番痛い食らい方をしてしまって、ジャンシーカウンターさえしなきゃいいものをカウンターしていく。あっとまたこれは見えないがなぜかつながっている。うますぎるこの体力差。ジャイオフを2回当てるしかない。ここは打てない。投げたよ。投げが炸裂。さあまだありますよこれ。ヒレンループが1回2回3回。さあできてるできてるできてる。青くない青くない。攻めが終わってしまうがどうする。おいおいジャンシー。ジャンシーから速攻ミスっちゃう。ミスっちゃう。ああ危ない危ない。いいよ。ゼロで伸ばしちゃダメですよ。地面食わせて地面にかましちゃダメですよ。危ない。捕まらない。はいはいはい。バキャン美味しいよ。まだある。バキャン蹴れる。バキャンもうないかも。あ、バレてた。バレバレてた。さようなら武藤先生。そこでゴディなんだよな。そこで起き上がりゴディなんだよな。さあ一本選手はスーパー弾丸のパジェクトゴーディあーあー捕まっちゃった。頑張れ武藤。終わったくせえこれ。いやいやまだ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 体力はあと3回分ぐらいある。あーどうしろ。いいよジャンプで逃げて EC から打って攻めを継続されるが、まあ狼状態でなければそんなに策は強くない。いいよ。ちょっとずつ減ってるだけ。ゴールでいく。ゲージは使わない。そこ倒れてる。ウロボロス吹っ飛ぶ。ちょっと難しいんじゃないか。ステップがいるな。これはステップができない。なんだこいつ。なんでそっちのルート行ったんだ。いやまだあるまだある全然あるよ。当たらない。中断ガード。ガード。武藤先生ガード硬いぞ。武藤フィーリングが炸裂して。おお。足にし64。ジャックオーバー死なないよね。ヒレンと挟まないか。ヒレンループ入れれば死んだな。まあね。まあ無中を難しいからね。あー横あ横。まあまだ死なないけど。バーストの使いどころが難しい。このタクがね。あー補正切ろうとしてる。危ない危ない。ああ武藤先生。ああわわわわ。ステップありのヒレンループできないと狭間勝てないわ。ハッチーさんのプラチナと、ウーさんのバング。これは味見えなかったらあっちで。あ、なるほど。あ、見えます見えます。いや、いいカラーしてる。開幕は言い訳から入っていいんですかこれ。え、開幕は言い訳。あ、いいよ。開幕言い訳あるよ。開幕言い訳分かるんですか。リドルのね、楽しい言い訳タイム始まっていいよ。あのね、ないわ。ないない何もね、何も言えない。論破できない。論破できない。完全論破された。しょうがない。じゃあもうちょっと黙っとこうか。黙っとこう。だってこんなやつの解説意味あんのかよ。リドル解説はリドル解説、あいつ、イモバのあいつだろ。イモバで死んでた。おっと、気がついたら、流れを完全に足で掴んでいる。あ、制限部優勝の方ですね。埼玉統一祭、制限部優勝の。ホームラン。ホームはどこなんですか。わかんない。南越谷じゃないよね。ああ八王子結構遠征をしてる方。じゃあ結構遠くから来てくれてる。嬉しいことです。ガードしてだがウーさんは一回程度じゃ諦めねえよ。こっからああワンチャンあるよこれ。あーウーリンカさん黙って。はいさあお得どうすんの。ウーリンカさんタイムからのちなみにこの名前のはい
入ってプラチア側はとりあえずバットをね完走して、あーなんか暴発して、おっと猫猫来た、これはあーあーまあなりますよね、まあね猫かバットどっちが来ればいいかって感じだったかな、振り回しとけば当たりますね。ちなみにウーさんのこの名前の分かんない、さっき見ようと思ったけど忘れてた。何なんだろうねこれ、これ何なんだろう、http コロンスラッシュスラッシュ ra.net、 これ気になる方は要チェック、これね絶対ネトゲだと思うんですよね。あネトゲ犯ですか、ネトゲネトゲ、これアンってことはラグナロクとかじゃないですか、あーそうなのかな、ワンチャン買わないです、ラテールかもしれない、ラテールかも、あーどっちも、そうウーサねリア充だからね。リア充はラテール、あーっとこれは流れ一気に持ってってる、このまま、あー出ない、出ない、これはまずい、この流れはやばいぞ、ただゲージも 100% ワーストも2つあるので負けられない試合がここにあるが、あーっとアワー出して、何もできない、プラチナは今は虚しい、ホームランバットホームランマウンターからの、はい追いたい、まだ上手い、あーうまい、たまらずバットスライディング、まあウーさん大好きだからね、スライディングね。スカットももう一回スライディングやってくるぞ、そっからそっからのダッシュマン入って一気にダメ出し、これやっぱ結構強いですよね本当に、バングはあーあー取った、そうフルコンが入ってしまって、最悪5割持ってかれて、しかもまた欲望の駒投げが見えたが、ウルトラスーパーコンボですよ、そっから中段ガード入れば逃げて右で触りに行って、ちょっと5番届かなかったか、猫飛ばして投げたところに無理やり入っちゃった、厳しいかこれ、ハンマーね最大、これは死ぬかも、死んでしまった、いやえ R ネットって何なんですか、ラテール、意味ない、特に意味はない、これ絶対表示してもらえない、そうポーゼの方出てきちゃう、やばいよ、そう存在しないページになっちゃう、検索しないでくださいと、そう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 、もう PSR は850いきそうなんだけど大丈夫、これどうすればこんなに上がるんですか、いやだから連勝、あと芋ばしない、芋ばしないことそれあべ50までいくの、ロッキー食らってすぐ芋ばするやつと、なんか負けそうになった時に芋ばするやつは800には絶対いける、うわーマジきついわ今日帰りたい俺、ほんと俺だからリノルは、もうやだ、もうあの部分ほんとカットしてほしい、いやカットはないよ、カットないの、バカのところにカットないよ、マジ非常なんだけど伸びる方が入ってる間に、むしろね逆にピックアップしちゃうぐらいだから、いやもうあれピックアップは本当ね勘弁してほしい、人が言ってる間に、あ、いいですよ、いきましょう、キレンドス、これゲージ溜まるやつじゃないの、きっちり溜めて、あれ絶対蹴るはずよね、あの蹴り方ね、やばい、腹からいってるもんね、腹パンなら腹パンじゃ腹蹴り、腹蹴り、ちょっとハードです、ハードちょっと、おー中段投げてさ、まあ、プラチナ自体はね、ヒレントツループ食らってるときはそうプラチナのね、パンツを眺めるっていうね、あー訓練されてます、ね、そう訓練されてるからね、いやこれパンツ見えるから別にいいしみたいな、あこのコンボいいし逆にみたいな、そう後ろやってみたいな、あーあーこれパンツタイム始まるよ、スーパーパンツタイム、スーパーパンツタイム始まる、あーっとパンツタイム回避、パンツ拒否、パンツ拒否った、パンツ拒否っていく、そうあのヒレントツってね、蹴りをね入れたときにねパンツが見えるっていうね、なるほどね、ということはヒレントツループは食らった方が豊富、ぜひね、水吹選手には投げ通せ、おパンツループできないか、これは死なないでしょう、まだギリギリ残ったか、あー、ゲダン、これはさすがに、バーソスカル、でもこれはリドルとは違うバーソスカルだぞ、イエーイ、あー、リドルだったか、リドル式バーストですね、ダメだな、これあかんあかん、まあゲージ100あったからね、え、まあ、リノルさんもゲージ100あったけどね、相手の体力マックスだったからね、ワンチャンなかった、勝つ気はあった、勝つ気はあった、あ、これはあー、ミスって投げて、あ、これ、これ、注目、ほらあー、ほらあ、うん
ほら、あー全然俺の視力では追いつけない。これパンツを見切る動体視力が、そうないとね、プラチナ使いにはなれない。いけない、800円いけない。パンツ見ないと800円いけない。水木さんパンツしながらヒレンループしてる。やべえやつじゃん。あーとか言ってる間に、あーこれ完璧金だ、完璧完璧に決めた。なんて野郎だ。こいつすんげえガッツポーズしてる。こいつマジ過去最悪のガッツポーズ。